そう、思いっきり振る。そう、思いっきり振る。そう、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。そう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 。もう完全主従になってるから、多分あんまり変な球出ないと思う。多分、うん、そう。あとはやっぱちょっとさ、あのコースもちょっとアップ、ちょいアップダウンあるじゃん。そうですね。そう。結構、そう。そしたらやっぱり全部、上りでも下りでも、ちょっと中に置く練習。そうそう。雨、土砂降りでもちょっと中に置いて、こっちにクラブ落とす感じ。この時もでも、うん、なんかイメージはそんな変えなくていい。そう、変えなくていい、変えなくていい、変えなくていい。そう。水がでもシャビシャってなってると怖いですよね、うん、そう、そう怖くなるから逆にふってな縮んだりするから、だからプッシュじゃないけどちゃんとリリース、自分のこの手に出してバンって出していかなきゃいけない、余計で、これ出してないじゃん、出してない、うん、出していくじゃん、そうそう、ここの動きが外旋すって大きくなるから、外転運動パン、そう、この怖がんないで、そうそうそう、そう、なんかそう、そうだからあの雨びそう、雨びっちょびちょでもう大不調に陥るパターンはもうびしゃっていうのはやっぱ本能的にも嫌だから、どんどんすくって、うん、もうずっと一日ダフるみたいな、うんうん、結構シングルさんでも多いんですよ、びちょびちょのあと一日ダフるみたいな、だどんどん怖がってどんどん引きつけになっちゃう、さっきの話逆じゃ出すんじゃない、そう、うん、引きつけないで、だからちょっと雨で一発ダフったらこう肩へ回して、そうポーンってリリースするよって、そう、まあそう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 、リリースじゃん、そう、見て踊って、そう、こうやって振っていくの、バーンって、そう、お見事で、バーンって、じゃあリリース、バチャーンリリースして、この辺で止まる、打って止まる感じしてみて、そう、パンチショットじゃないけどボンって言ってフォローあんまり作んないで、そう、パチンって打って終わり、そっから、そう、そう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 、いいよ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 、そう、そう、止める、力で止めるんじゃなくてボーンって打ったらもう力が逆に抜いちゃう感じ、そっからトップって、そういいよ、そう、多分止めようとするとこうじゃなくてちょっとこっちもクッって入るから、うん、そう、もっと、そうそう、右手の右手、左手いらない、喧嘩してる、そう、喧嘩してるの、喧嘩してるの、左手になっちゃう、そうそう、そういう感じ、そう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 、そう、だから試合とかになってくると調子悪くなってくると多分その喧嘩とかが起きるから、はい、もうこういう状態だけちゃんとやっとけば、そう、大丈夫、そう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 、そう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 、まあでも結果考えないでやるべきですね、やるときはもう今今今今今今、そう、このショット、このショット、このショット、右手使って、うん、そういう動き、雨ってなんか起きますか、雨がそれこそバンスがあんまり滑んないでしょ、そうだから、ちょっとサンド持って雨すごい、ほんとびちょびちょだったらこっち行ったらもうジャバって抵抗食らうから、そう、雨でもちょっとやっぱこういうちょっとこういう感覚だよね、こっちに、そう、あんまりふわっとした球はあんまり打てない、雨の場合はそう、ふわってしなくて、こっちの方がいい、そっちの方がいい、そっちの方がいい、そう、こういう動きはあんましない方がいい、こっちはなくてこっちの方がいい、そうそう、そっちの方がいい、そっちの方がいい、そう、でも素振りして分かるし、多分ラフとかだったらこっちでも滑ってるけど、フェアウェイとかだったらちょっとこうジバジバって入っちゃうから、こうなるとそうジャバジャバってそうなりやすい、だからこのあんまバンスをこういう感覚はあんまジャバってなりそうでしょ、だからやっぱりこういう感覚の方がいいわけ、こっちの使い方の方が対応だよね、雨の場合は、そう、そっち対応、そっち対応です、雨びしゃびしゃだったらグリーンも重くなるわけだから、そう、どっちかというとショート目が多くなるから、シチュエーション的にはこれでなんとか突っ込みたい方が多くなるかな、ちょっと、そうそうそう、ちょっとこっちが多めだよねって、対応だよねって、そっち対応だよねってこと、そう、そっち対応だよね、だからラフとかだともう全部持ってくから開きやって、今度逆、そうそうそう、開き、そうこうね、そう、そっち、そっち、そう、開いてポンってこれでもいいよってこと、そう、でも結局速いグリーンとかだとそのアプローチ多いじゃん、うん、あとは上級者見せてもそのアプローチ多いでしょ、こうやってパッてこうやってやる、うん、そう、だからこの両方、この理屈が分かってたらこうじゃあどんどんアプローチ、深いラフとかも、でも深いラフとかはもう雨の場合はよりラフの抵抗が強いから振る量を増やさなきゃいけない、ちょっと緩ませない方がいい、そう、こっちがいい、こっちがいい、こっち、そう、こっちでいい、こっちでもいい、開けたいんだったらね、で深いラフでも低い球で転がすスペースがあったらやっぱこっちがいい、
深いラフでもそれがいい。そうそうそう。ただ普通のショットみたいにここに絶対抵抗食らうから、普段よりもしっかりドーンって運動量多くしなきゃだ。そう、運動量っていうのは振り幅大きかったりして、からラフだったらでドーンって、そうそう。どういう考え方としては、このボールの手間、ボールに普段だったら何もフェアウェイだったら直接コンタクトするから距離感出るでしょ。でもここにどうしても抵抗があるから、この抵抗を加味した運動量をしなきゃいけない。強めに入れなきゃいけない。ドン。そう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 、うまい。